はい。皆さん、おはようございます。マーティン。では、のミラクーボーイ、金です。東京オリンピック開催するまであと少しですが、あと1ヶ月ですが、私は中止すべきだと思います。そもそも考えられること。まずは、最終限果の最終勝者が誰がいいか。坂井義則さんが最終操者を務めたそうでございます。えー、っと、開会式の主役は果たして誰がなるか。 楽しみでございま聖火儀礼最終勝者は誰がいいかまあ池江紀子さんが第1位でございますあとは高橋直子さんまあ震災関連の人々一郎一郎もいいかもしれません新庄新庄剛志さんもいいかも吉田沙保里さんあと羽生さん菅義葬儀あとは浅田真央さん橋本聖子さん松山英樹さん室伏さん山中さんまあその他ものものですが はい、というわけで以上です。バイバイ。